はい、どうも、いたです。今回はちょっとタワーバーを買ったので、こちらクスコのやつ取り付けたいと思います。よいしょ。じゃあまずここのアッパーマウントのところのボルトをちょっと緩めて、緩めてそこにつけて締めるだけなんで簡単なんですけど、まずそこからやっていきます。ここ12ミリですね。こっちは今取れたんで、反対側もちょっとやっていきます。こんな感じですね。じゃあ今はちょっと緩めたので、早速つけていきます。ボルトが3つなんで、そこにはめるだけですね。カバーが邪魔だな。よし。これでハマりましたね。こんな感じでハマってます。こんな感じ。ここら辺はちょっと隙間が少ないですね。まあ問題ないです。あとじゃあボルト、ナットか、ナットちょっと締めていくだけだと思います。で、取り付け、ここのブラケットのところちょっと緩めとかないと、あの自由効かないんで取り付けられないんで、ここだけちょっと緩めといて、でここナット締め終わったらここ締める感じが多分いいと思います。で、前の車もクスコのタワーバー使ってたんですけど、WRX みたいにここむき出しじゃなくて、なんかここの、なんていうんですか、カバーみたいのがこう覆われてるやつで、ものすごい取り付けめんどくさくて、今回はほんと楽で助かりますね。やっぱスポーツカーってそうですよね、位置が。奥が入らないかな。あ、入る。よかったよかった。
よし。で、あと反対側もやっていきます。はい、じゃあ今両方ともちょっとここのナットは締め付け終わったんで、このブラケットっていうのかなのところの、あとは締め付けをやっていきます。ダブルアレックス結構剛性あるんで、タワーバーつけて変わるかどうかはちょっとわかんないんですけど、結構ハイグリップタイヤにしてからフロントのなんかロール感っていうかねじれ感が気になるんで、まあスタビも変えるんですけど、ちょっと変わってくれたら嬉しいですね。一応終わりました。で、あと反対側もちょっとじゃあ締め付けていきます。はい、今一応取り付け終わりました。まあこんな感じです。やっぱタワーバーあるとスポーツカーっていう感じしますよね。いいですね。はい、でアッパーマウントのカバー、あのダイソーのシリコンケーキのやつつけてるんですけど、これここに僕外からつけてたんですけど、外だとちょっとつかないんで内側にこうやって入れないといけないんですけど、外にやってたんでこうやって跡がついちゃってふにゃってなっちゃってるんで、これちょっと買い直さないとダメですね。これわかります？ここがなんかもうふにゃって内側に行っちゃってるんですよね。まあ100円なんでちょっと買い直してきます。じゃあタワーバーの取り付けは以上です。はい、